どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしていたい中の人、エルザです。今回はアタッカー最強格の3人について紹介をしていきたいと思います。アタッカー最強格と聞くと、何が印象強いかなと思いますが、過去に登場した陰月や渓流もまだまだ評価の高いキャラとなっています。2人に関しては海外ティアリストでも常に上位にいるキャラとなっています。順位に関しては上下はしますが、長期間裏庭の適性として上位に存在するキャラとなっています。それを考えてみると、予備の強さというのは初登場でこの2人を抜いているっていうのはなかなかな破壊力と言えます。ということで、今回はこの3人のアタッカーについて何が強いのか、そして引けるなら所持したい理由について紹介をしていきたいと思います。それでは早速解説していきます。それではアタッカーとして強い3人の特徴について紹介をしていきたいと思います。1つ目は自己バフが強いという点です。まず3人の自己バフを見ていきたいと思います。まず読みの自己バフですが、あずたかで必殺ダメがアップする、矢ダメがプラス 30%、全体性マイナス 10%、弱点属性無視で人生削り、編成で矢ダメアップなど必殺技に関するものが多くなっています。続いて渓流は、天白状態で関心率プラス 40%、その回に消費した HP540% 分を攻撃力にする、必殺技のよだめプラス 20%、SP 消費なし、などがあります。最後に陰月です。陰月はよだめ会心ダメージアップ、属性特化会心ダメージアップっていうのがあります。3人についてですが、他のアタッカーと比べると自己バフが多く、ずま抜けで強いという共通点があります。予備に関しては必殺技中に受ける恩恵が多く、必殺技で敵を一気に殲滅する能力となっています。相手の属性無視でダメージを与えることもできるので、敵に依存しにくいダメージを出すことが可能です。渓流については、天白状態を維持することによってステータスアップが可能となってます。会心率アップで会心攻撃を安定的に出せるだけでなく、他のアタッカーと比べて行動回数が多いのが強みとなります。陰月は3人の中でバフが少ない方ですが、強化通常攻撃があるので、SP 化にさえできれば手軽さという部分ではかなり強いです。また、瞬間火力は3人の中でもずば抜けているので、編成次第では安定した火力が常に出せるっていうのが魅力的なところです。それぞれ発動するには条件がありますが、いずれも必殺技や特殊なモードなどオリジナルの性能を活かしたものになります。続いてダメージ倍率が全体的に高いという共通点です。3人が強い理由としてですが、ダメージの倍率が他のアタッカーよりも高いというのが特徴です。倍率で言うと、アルジェンティでも 280% となっていますが、読みの場合は敵指定で 372% となっています。もちろん他にもいろんな攻撃に倍率ありますが、一つだけ見た場合は敵指定で 372% となっていました。陰月に関しては、強化通常攻撃で 500% まで強化されます。渓流は 250% と低めですが、SP 消費なしで必殺技近くのダメージが出せるので、これはこれで強い方ですね。それぞれダメージを出すための攻撃手段が他のアタッカーよりも倍率が高いため、アタッカーとしての適性が高いのが特徴です。他にもね、アタッカーといえば倍率の高いキャラはたくさんいるんですが、その人たちを抑えて高いっていうのが魅力的なところです。続いては拡散攻撃で単体拡散が得意という点です。さらに他の特徴を挙げるとすれば、攻撃手段が単体と拡散特化で火力を安定させやすいっていうのがあります。レイシオやトパーズというのもアタッカーとして強い部類にはなるんですが、単体特化となるためどうしても劣る部分なんですよね。ですが、この3人のアタッカーはターゲットを中心に複数攻撃ができ、攻撃のヒット回数も多くなっています。これにより複数戦や連戦での適性も高くなっているため、扱いやすいアタッカーとなっているわけですね。続いて星4編成でも安定した火力が出せるという点です。最後の特徴としては、星4編成でもある程度火力の安定ができるという点ですね。もともと自分で火力が出せるキャラクターばかりなので、味方のサポートで火力がどれくらい伸ばせるかが重要となります。星4といってもテラやテイウンといった強いサポーターもいるので、結構相性よく組めるっていうのがいいんですよね。特にヨミや渓流に関しては、デバッファーと相性が良く、星4キャラでも十分な火力を出せる編成を組むことが可能となっています。ただし、陰月に関しては手動操作にはなりますが、SP 管理さえできれば、ちょっと火力は落ちますが、十分な強さを出すことができるっていうところがありますね。星4編成で組めるんだけど、まあ、火力が十分に出しやすいっていうのが、この3人の特徴となっています。まあ、3人に共通する特徴としてはこんな感じになりますが、どれも他のアタッカーよりも強い性能を持っています。ただ、最後に紹介した編成に関しては、他のアタッカーでも言えることとは言えますが、お手軽さで言うと優秀な部類だなと思います。特に自己バフとダメ倍率に関しては、育成が進むほどダメージに差が出る部分なので、強力な特徴と言えますね。それでは、この3人がウラニア適性が高い理由について話していきたいと思います。まずは最近のウラニアを見ていきたいと思いますが、属性の偏りがあるので編成が揃っていると戦いやすくなっています。まず最近のウラニア10、11、12を見ていきましょう。こちらだと予備の接待が強かったので雷と数弱点が多くなっています。この点を見てみると予備と陰月は非常に相性が良くなっていますね。またここで虚数が多い理由としてですが、後半で来るアベンチリンのためかなと思ってます。まあその他の弱点としては氷属性がちらほら遠くなっており、弓と陰月ほどとは言えないですが適性がある状態かなとなっていますね。ですがウラニアで鬼門となるステージ7を見てみると氷属性の弱点が多くなっています。その他にも虚数と雷が多いですね。最高難易度をやろうと思うと現在は雷と虚数が多くなっていますが、鬼門のステージ7だと氷が多めとなっています。ウラニアなんでもちろん属性のばらつきは今後も出てくるかなと思いますが、だいたいこの3属性を持っていると安定するのはなんとなく見えてくるのかなと思います。また個人的なアカウントの話ですが、メインのアカウントでは KD を所持していないため氷抜きで攻略しようとすることをかなり難しいなと思います。意外とステージ7で引っかかりますね。逆にサバアカの方は KD を所持しているのでステージ7に関してはクリアが楽になったという経験もあります。これぐらい属性相性が良くアタッカーとして強い経理を持っているとなんか強みが出せるっていう部分ですね。もちろん氷弱点というところでヘルタを採用するのも問題ないことなんですが、楽にクリアしようとか安定感を考えると経理を持っておいた方が相性が良くなるっていうのがありました。現在の裏庭の傾向を見ていると何かとこの3属性は使う傾向にあるなと感じたので、相性的にも強いアタッカーだと思います。それでは最後にですが、アタッカー3人をガチャで引く順番について話していきたいと思います。ガチャの順番としては、読み、渓流、陰月となります。正直3人とも所持していたいアタッカーなので、選びがたいところですが、並べるならこの順番になるかなと思います。理由としては、裏庭は攻略する上で無凸である程度強く、編成などが来る使い勝手の良さが重要視されるからです。渓流と読みに関しては自己バフが非常に強く、属性的にも雷と氷は他に強いキャラがいないので重宝するキャラとなっています。特に予備の場合は属性無視の必殺技があるのである程度対応力があるのが魅力的なところですね。渓流に関しては予備の編成と被る部分があるので組み合わせがちょっとめんどくさいなっていうところはありますが、育成の厳選が楽だという部分もあります。育成の厳選が楽ってことはそれだけ強い経理を作ることができるので楽っちゃ楽なんですよね。またこの2人に関してはデバッファーと組む傾向があるので異物の止水集めなども一緒にできるのが特徴的です。そういった面でも育成は楽になりますね。何かと扱いやすい2人なので個人的にはこの2人の所持はおすすめしたいと思っています。また陰月に関してですが、虚数のアタッカーとしては重宝しますが、一番重宝する場面は裏庭とかではなく模擬宇宙のスウォーム戦です。弱点が虚数と量子となるので属性相性が良く必須級となっているので欲しいところとなりますね。ですが弱点に量子も入ってくるため静弱など育成していれば十分補えるので保留もありといったところになります。まあ優先度がちょっと落ちるなっていうところです。ただ、陰月に関しては、模擬宇宙をするなら繁殖とめちゃくちゃ相性のいいキャラとなってますので、模擬宇宙攻略を優先することも考えた場合は、陰月をおすすめしたいと思います。裏庭でも模擬宇宙でも両方でも活躍できるのは使い勝手が非常にいいキャラクターと言えますからね。ということで、現環境裏庭最強アタッカー格の読み、陰月、渓流は何が強いはいかがでしたでしょうか。3人の誰を選んでも強いアタッカーには変わりないと正直思います。それくらい使いどころもあって強いキャラクターだなというところですね。ですが、現環境や傾向などを見てみると、何かと属性によるキャラの偏りなどもあります。なので、この3人の強みを抑えてガチャに挑んでもらえればと思います。特に、黄泉と渓流は今のバージョンで来てますからね。できれば所持をしておきたいキャラと言えます。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、良ければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。